こんにちは、四国メタンです。こんにちは。シード権で2回戦目が初戦積んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。秘宝九国大付1回戦負け、初戦敗退。甲子園10日目に初戦を迎えた九国大付、初戦の相手は茨城県の土浦日大。3回表に土浦日大の大井選手にホームランを打たれてしまい0-1に7回エラーが絡み、さらに2点を追加され、そのままゲームセットでした。甲子園には魔物が潜むのだ。福岡校は毎年いい結果が残せてないからね。順当といえば順当よ。以上、来年は初戦突破しようねニュースでした。続いてのニュースです。博多駅駅前夏祭り開催。 JR 博多駅前広場に大きな櫓が登場。8月14日、20日まで開催されます。自由参加の盆踊りが行われるほか、かき氷やフード、アルコール、ソフトドリンクなどを販売する屋台が並びます。僕も踊るのだ。お祭り気分を盛り上げるヨーヨー釣りやスーパーボールすくいなど、家族で楽しめる縁日ブースも営業しているわ。子どもたちによるパフォーマンスや、福岡で活躍するアーティストなど幅広いジャンルのステージパフォーマンスも行われるわ。ずんだもんは何か思い出はあるかしら。大堀公園で花火大会が開催されていた時、警察が目の前で裸の拳銃を受け渡してたのだ。スラム街で草、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期。続いては新コーナー、ずんだのずんずんクイズ。問題、九国大付に勝った学校は。答えは明日の動画で。ご視聴ありがとうございました。